ベーコン。ベーコン、ベーコンとは、豚肉を使用付けした食肉加工製品の一種である。通常、豚の腹痩せの肉から作られる。英語のベーコンは、ゲルマン語からコフランス語経由で借用した語で、本来は、背中の肉、ロースを意味しており、おそらく、バックと語源的に関係がある。本来のベーコンは、背中の肉を使用するもので、ヨーロッパでは、 実際にそうしているが、北、アメリカでは、ポークベリー、腹の肉、日本でいうバラ肉から作られるようになり、その習慣が日本にも伝わった。日本では素材により表示及び故障が異なる。食品表示法、平成25年法律第70号と同法に基づいて定められた食品表示基準により、材料とする部位によって、バラ肉の部位を用いたものを、 特に、ベーコン、他ロース肉で作ったロースベーコン、肩肉で作ったショルダーベーコン、およびミドルベーコン、サイドベーコンの表示をするとが定められている。また同法では製品ラベルに加熱食肉製品、および非加熱食肉製品の別を表示しなくてはならない。日本で工業的に製造されるベーコンのほとんどは製造過程で殺菌のため煮沸されており、 ラベルに、加熱食肉製品の表示がある。ベーコンには保存量として、アショウ酸塩が添加されており、標準的な生肉に比べ窒素分に富む。このため加熱すると、標準的な生肉から、メーラード反応により生じるに、ペンチルフランやニメチルマイナス3フラン、3、4ルチジンの他に2、5ジメチルピラジン、2エチルマイナス3、5ジメチルピラジン、2、 三ジメチルピラジン、ニエチルマイナスゴジメチルピラジンなどのピラジン類が有効な香り成分として大きく貢献していると考えられている。日本のベーコンは塩漬けにした豚のハラミを燻製するところはアメリカ式に習っているが日本独自の特徴もあり半分に切るかそのままの長さで売る点加熱して販売する点がアメリカのものとは異なる。日本のベーコンは調理すると ハムのようなしっかりとした歯触りになる。日本は、いわゆるバラ肉を塩漬けにしないまま薄切りにし、様々なメニューに用いて楽しむ点も特徴的である。もともとベーコンは欧米で、卵やソーセージと一緒に盛り付けることが多く、フル、ブレックファストと呼ぶ。市販のベーコンで最も一般的な形態をミドルベーコンと呼び、バックベーコンのロースの一部と、 アバラの脂肪部分を含む消費者がダイエットを気にする傾向が強まりスーパーマーケットの中にはサーロインの部位のみベーコンとして販売するところも見られるその場合販売名はショートカットベーコンと名付けて標準的なミドルベーコンよりやや高めに価格設定するどちらも皮を取り除いて販売されるカナダでベーコンはサイドベーコンのことでカナダ風 バックベーコンは、ポークロインの中心部の油が少ない部位でわずかな、油身をまとっている。ピーミールベーコンとは、訓練処理をしない、バックベーコンを十分に寝かせたものを指し、歴史的には、引き割りの豆でコーティングしたが、現在は細かくひいたコーンミールで表面を覆っている。オンタリオ州南部で、よく普及し、朝食で卵やパンケーキを添えて出され、 また肉を寝かせる間にメープルシロップを使う例が多い。ドイツものとベーコンはいくつかの点で重複し、ドイツ人は朝食用のシュペックのみベーコンと呼んでいる。熟成もしくは燻製にしたポークスライスである。伝統的なドイツのコールドカットなら、ベーコンよりもハムが好まれるところ、バイエルン地方からオーストリアに渡る地方では、バンメルの方が人気がある。 小さなキューブ状に刻んだベーコンは、様々な南ドイツ料理の重要な材料である。ドイツの小売店で、ベーコンワーファルという名前が付き、オーストリアと南ドイツでは、またはグラマルツマルズと呼ばれ、スープやサラダの風味付け、あるいは餃子の具や様々な麺類、ジャガイモ料理に使われる。自宅で大きなスライスから準備する代わりに、既製品も利用される。 バックベーコンが最も一般的なのは、イギリスとアイルランドに共通しており、ベーコンと呼ぶのは通常、この部位である。ラッシャーというのは、ベーコンの薄切りである。バックカットで、脂身をごっそりと除いて、メダリオンという赤身肉のみを取り出した。ベーコンの熟成方法はいくつかあり、燻製もする場合としない場合がある。グリーンベーコンとは、燻製しないベーコンのことである。 ベーコンのラッシャーを炒めたり網焼きにして伝統的なフルブレックファストに必ず添える。イギリスとアイルランドのカフェで定番といえば暑いであり、俗に二日酔いを直すのにぴったりのメニューとしておすすめされる。ベーコンという言葉そのものが示すものは一般にはサイドベーコンでベーコン類では販売量も最も多い。バックベーコンはカナディアンベーコンや カナダ式ベーコンという別商品で厚切りにして加熱した総菜として販売する。アメリカのベーコンは燻製チップの種類によってひっこりー、あるいはリンゴと区別し、あるいはまた赤唐辛子やメープル、黒砂糖、または蜂蜜あるいは糖蜜を表面に塗る。塊肉のままのベーコンの単肉はスラブベーコンである。e a r ク発芽性リスク一覧の発芽性があると、 されるグループ1に加工肉が追加されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。